撮りますよ。黒井さん、もっとユキさん側に寄ってもらっていいですか？黒井さん、もっとこっちに来てくれてもいいんですよ。画角がね。ほら黒井さん、画角が。何が画角だよ。もう行くぞ。あ、待ってくださいよ。先輩もそこに立って。ほら。いいよ、俺は。よくないです。じゃあほら、一緒に行きましょうか。落ち着きますね。落ち着くの早すぎだろ、実家が。この謎スペースいいよね。わかります、旅館に来たなって感じしますよね。本当は2部屋くらい取れたらよかったんだけど。みんなで一緒だと修学旅行みたいで楽しいですよそうだね。まあこの広さなら4人でもいいな。浴衣、早速着替えましょう。いい感じですね。それ僕にも送って。もちろんです。風呂行くか。そうですね楽しみ。夕飯って部屋、バイキング。迷ったんですけど、夕飯は部屋で朝食はバイキングにしました。すっごいお刺身盛りがあるらしいですよ。へー、ちょっと厚めだね。二人ともちょっとおじさんくさい。おじさんだし、黒井さんは。ああ、お前だって変わらねえだろ。まあそういうことにしてあげますよ。足伸ばせるのやっぱりいいな。ミヤ君って結構サウナとかスーパー銭湯とか行くんだっけ？前は結構行ってましたよ。支社にいた時、同期と一緒にとかが多かったかな。あとは休みの日に友達と昼からとか。へえ、ミヤ君が支社にいた時の話初めて聞いたかも。え、そうでしたっけ。昼からか、ちょっといいかも。旅行気分で楽しいですよ。まあ行ってたのは思いっきり近所なんですけど。でも遠いとそもそも行くのに気合い入りそうだしねそうなんですよ。今はあんまり。こっちに来たばっかりの頃に先輩と行ったサウナが最後かな。あとはスノボ行った時のポンシュ館のお風呂も良かったですよね。うん、僕は行きたいんですけど、一人だとちょっと寂しいし。また虚無さんと行かないの？だって先輩が嫌がるから。言ってくれてもいいのに。誘われないもん。はい、先輩があんまり好きじゃないって言うから誘わないようにしてたんですけど。誘って欲しかったんですか？自分からは行かないけど、誘われたら行くかも。そんなの初耳ですよよかったね、ミヤ君。今度からいつでも行けるね。よかったですけど、なんか腑に落ちないな。なんで、あれ、黒井さん。あっつ、俺中の風呂行く。僕も行きます。日当たり気をつけてくださいね。何、誘ってよかったなら行ってくださいよ。それじゃあ俺が率先して行きたいみたいじゃん。そうですけど。誘っていいよじゃあ遠慮なく誘いますね。うん支社にいた時も同僚とは結構楽しくやれてた。そうですね。まあそこそこ。そっか。今はたまに連絡来たりくらいですけど。そうなんだ。俺ミヤ君のことを全然知らないな。え？あっつ、俺も仲良く。あ、はい。気持ちいい。寝そう。ダメですよ。黒井さんは温泉好きですか？別に普通。僕は温泉より黒井さん家のお風呂に入りたいです。唐突だな。唐突に思いつきました。うちの風呂別に広くないし、こんな泡出たりしないぞ。そんなのいらないですよ。黒井さんが毎日ここに入ってるんだって、浸りながらのお風呂が最高ですから。はあ、そうですか冗談です、半分だけ黒井さん、黒井さん。ああ、ちょっとあそこの風呂入ってみてください。うん、電気風呂ってどういうんです？ビリビリするとか。いいから入ってみてください。なんか怪しい。黒井さん、一緒に入りましょう。
うん。うわ、すごい、これ。あ、黒井さん。俺これダメだ、腰がなんか。もうですか。危ないですか。俺離せ。あ、もう。なんか腰が嫌だ。黒井さん、腰弱いんですね。大丈夫ですか。大丈夫。あれ、ミヤ君は？まだ露天風呂かな。俺そろそろ上がる。そうですね。後でお風呂の入り口のところで待ち合わせしましょうか。まだここにいたの。ま、あ、はい。黒井さんとユキさん、もう上がった。そうですか。うん。どうしました？二人きりですね。そうですね。まあさっきもでしたけど。一つ聞いてもいいですか？なんで敬語？なんでしょう。さっき言ってた死者の人とも結構会ったりしてるんですか？この間久しぶりに連絡来たんですよ。年末だからほら忘年会やるからって。まあそれも用事あるって断っちゃったんで。そっか。最近会ってもいないし会う予定もないですけど。用事ないっす。急に気になっちゃったんですか。嫉妬です。そうなんですね。ごめんね、変なこと聞いて。あの用事っていうのは週末で、先輩が来る日だったからですよ。だからそういうことです。先輩のせいでのぼせそうなんですけど。俺のせい。もう上がりますよ。はい。あ、来た来た。ミヤ君、キョムさん、お待たせしました。あそこの売店見てみない？見たい見たい。お土産ありますかね。部屋で食べるおつまみ。黒井さん、それここじゃなくてもできるやつでしょ。行きますよ。温泉まんじゅう。そういうのって外側が違うだけじゃん。水族館とかでも似たようなまんじゅうあるし。分かってますけど、思い出的なね。そんなに何買ったんですか？いっぱい買っちゃいましたね。何？あれ、あれ見てください。卓球。絶対やりたい。いいな。絶対やりたいですこれ。ご飯まで時間あるし、やってみる？卓球なら僕もできそうかも。やりましょう。じゃあ、じゃんけん勝った同士がペアで。え、こういう時って大体グーとやめてください、ユキさん。危なかったな。何？あの近畿の遊びは掛け声の地域差がすごくて、掛け声談義だけで明日の朝になっちゃいますから。そんなに白熱する？ここは安全策としてじゃんけんで場を濁しましょう。まだかよ。行きますよ。じゃんけんポン。足引っ張らないでくださいね。あ、どっちがだよ。俺は高校の球技大会で3年卓球選んでました。卓球強いの？お前勝った記憶は特にないですね。なんだその無意味な情報。楽しみましょう。負けた方はみたいなのはあった方がいいかな。いいですね。じゃあ負けたら勝った方をマッサージで、どうです？これは負けられない。でもするのもいいかも。迷う。なんで温泉に来たのに人にマッサージしなきゃいけねえんだよ。もっと言ってやってください。大体案もなしに却下しないでください。負けたら明日の昼飯をおごる。ということで、負けたら心を込めたマッサージと明日のお昼ご飯をおごるで決定です。なんでだよ。何してんですか黒井さん、増えてるじゃないですか。心を込めた。二人とも寝てますね。本当に寝てる？怪しいの。なんか寝ちゃうのもったいないですね。なんで笑うんですか。真剣ですよ。こっちは。いや、ごめん、わかった。何？どこがいいんだよ。